いらっしゃい、お一人様。どうぞこちらへ。何飲まれますか？かしこまりました。あ、あちらの方。あちらは常連の上野さんと博士さんですよ。ああ見えて今東京と大阪にいながら話してるんですよ。え？そんなのありえない。いいえ、ここは隔たらない二人ですから。さてさてさて、毎度おなじみ、うん、の番組隔たらない二人違うそれじゃない。いや、タモリクラブが終わってから1年ちょっと経ったね。あ、そっか、うん、あでも 4月に終わったね、うん、あでもとはいえまだ1年ちょっとなんよね。そうだね、うん、なんかもっと時間経ってるもんやと思ってた、うん、ああそう、うん、でもなんかあの1年経ったかって思うと、うん、あれだけ好きだったのに意外とロスみたいなのがなくて。ああ、まあ何やろね、その激しく求めるものでもないというか。そうなんよ、なんか、うん、ふとついてたら嬉しいっていうぐらいの番組じゃない。うん、っていうのと意外とロスが少ないと思ったのは、うん、あの番組が終わる時の声明文として、うん、番組が果たして義務が終わったみたいなことを書いてたと思うんだけど、はい、うん、それが YouTube とかでいろんな人がタモリクラブ的なことを勝手にやってるからわざわざテレビでやる必要ないよねっていうことだと思うんだけど、うんうんうん、あのそれがちゃんとしっかり1年間供給されてたんだなっていうのを感じた。確かにね、うん、なんかそうね、そのマインドを持った YouTube って結構あるもんな。うん、あるし、あとなんか最近の深夜番組とかも結構そのイズムを継承してる番組が多い気がする。うんうんうん、あのバラバラ大作戦とかそうだよね。ああ確かに、うん、各芸人さんが得意な分野でタモリクラブ的なことをやるみたいな。うん、ちょっとニッチな趣味をいじってみるみたいな。そうだよね、うん、だってハマスカ放送局とかあんな回あるもんね。あー確かに、うん、あの朝起きるにベストな洋楽は何だみたいなうん、うん、企画とかやってたと思う。うん、なんか本当にその感じのやつが多いよね。そうだね、最近ちょいちょいタイムマシーン3号の YouTube がおすすめに出てくるわ、うん、あー面白いよね。うん、なんか何がとかでもないんやけどな。うん、なんかタイムマシーン3号のスタンスはすごくいいよね。うん、あの俺は YouTube なんかやらないぜとか、うん、俺はテレビにあんまり出ないぜみたいな尖り方をしないで、どっちもちゃんとしっかりやりつつ、うん、どっちもちゃんと面白いみたいな。そうね、うん、そうだな、昔のテレビの感じとかって、うん、やっぱたまにちょっと、うん、気持ち悪いなって思うよね。思うのがあって、うん、あの跳ねるの扉がやってた頃に、うん、なんかその移動車で、うん、めちゃイケが流れてて、うんうん、それを見て、うん、ロバートの、うん、山本さんが、うん、笑ったんやって、くすって、うんうん、で笑ったら、うん、お前なんで笑うんだって、
はあ、敵だろっつってそうなん、それで笑ってんじゃねえよっつって、うん、あのレインボーブリッジで、うん、バス降ろされて、走らされたっていうむちゃくちゃだな。嘘かほんまか分からんけど、あ、うん、あ、そういう企画があったわけではなくて、あ、裏で裏で、あ、裏でね、うん、そういうノリがあったっていう、そうそうそう、あ、ノリというかそれが、うん、あのたどうやら分からんで、その僕もちらっとそれを、うん、そのなんかで聞いて、うん、うわって思っただけなんやけど、あ、どうやらあのスタッフ、うん、スタッフの人が、うん、お前なんで笑うんだっつって、うん、何が面白かったんだっつって、詰められたっていう、あ、そうなんだ、まあ、テレビの人たちって結構むちゃくちゃだって言うからね、うん、でどっちもフジテレビやん、うん、そうだよね、そうだから なんで敵なのかなって今思って、うんうん、そういうところがね、うん、なんか昔のテレビやし、うん、フジテレビやし、うん、っていうキモさやなって。そうだね、なんか結構フジテレビのバラエティ班が特にストイックだったらしいからね、うん、あの笑う犬のコントの打ち合わせとかも、うん、もう夜通しやってるとか言ってたね、うん、なんかね、うん、でなんやろ、なんか結局その笑う犬とかはまだあれやけどよ、うん、跳ね飛びとかにしたってもコントから始まって、うん、そっから企画とかに流れていったりしたわけ、うん、ああそうそう、あの流れ嫌だったわ、うん、あの結構小さい頃からちゃんと作り込まれたコントが好きだったから、うん、だからそれで笑う犬とかは結構好きで見てたんだけど、うん、笑う犬が終わって跳ね飛びが始まった時に、あ、また面白いコント番組始まったなと思ったら、うん、なんか気がついたらゲーム企画ばっかりやってて、うん、いや、これじゃないこれじゃないって思って、うん、すごい冷めたな。そうね、うん、なんかな、うん、まあしゃあないっちゃしゃあないんやろうけどね、その発想には限界ってあるやろうし、まあね、うん、あと作り込まれたコントは分かる人と分からない人が両極端すぎるんだろうね、うん、ゲーム企画の方が、うん、面白いと思える分母が多いってことになったんだろうな、うん、で楽やろしな作る側も。そうだね、うん、システムさえね、そうそう、ゲームのシステムさえ決めちゃえば毎週同じことやってていいもんね、うん、今度はお話考えないといけないからね、ね、うん、まあそれがきつかったんだろうな、うん、まあね、うん、いや、あの最近ニューヨークの YouTube チャンネルで、うん、マイケル・ジャクソンってコントが上がってて、うん、あ、すごくニューヨークらしいコントというか、うん、あのダンス部で退部するダンス部の最後の一人が、うん、なんかねこうダンス部廃部してしまったっつって、うん、落ち込んでたら、うん、なんか物質片付けてんのよ、うんうん、そしたらその物質の中にある箱から、うん、マイケル・ジャクソンが出てきて、へ、嶋佐扮する、うん、
で箱からマイケル・ジャクソンが出てくる、うん、そうそうそう、うん、でそのマイケル・ジャクソンと友達になって、おう、で一緒に遊んでるんやけど、うん、そのまあで、屋敷が昔、うん、ダンス部やったっていう、昔というか、うん、マイケルと出会う前までダンス部やったっていうのを知って、うん、でマイケルが、まあ、そのダンス部廃部したことをなんかもう、うん、いいよって言ってたんや、屋敷は、うんうんうん、もうそんなうまく踊れないしダンスももうそんな好きじゃないからいいよって言ってたんやけど、うん、それは実は強がりで、うん、本当はダンスをやりたいんだろうっつって、うんうん、であのダンスを文化祭でやって、うん、ちょっとわーって盛り上がって、うん、でもマイケルがなんかおらんくなってて、おう、で、まあ、役目は終わったからみたいな、うん、でこれからは僕の代わりに彼が君のことを見守るよっつって、うん、あの今度はその映像で、うん、空になんかこうリーチマイケルの、うんうん、リーチマイケル風の格好をした嶋佐が、うん、これからはって僕が見守りますみたいな、うんうん、言うっていうコントなんやけど、まあめちゃめちゃやん、あの、うん、ニューヨークやからっていう感じなんやけど、うん、まあ基本小バカにしてるやん、なんかいろんなもの、うん、そうだね。だからそのなんか、うん、いい感じの話をするコントっていうものをあちょっとおちょくる感じでやってんのよ。ああ。だからまあ設定もめちゃめちゃやし、うん、なんかいい話風やけど、うん、なんかなんでマイケルやねんってもあるし、あオチもそれなんやねんやし。うん、で合間合間にその2人のちょっとした一コマみたいなのが出てくるやつも、うん、なんかうっすら変で面白いね。あーいやーセンスだね。そうそう、それで、うん、なよこれみたいな、なんか悪いコントするなって、うん、ニヤニヤしながら見てたんやけど、あしたらそのコメントでなんか、うん、しゃべくり漫才もこういう演劇チックなコントもできてみたいな、それがそれかおって、うん、でいや演劇チックなコントはしてないやろこれって、うん、それをネタにしてるっていうね。そうめっちゃ振りにして、うん、そのいい感じの話のやつを振りにして、うん、なんやこのネタみたいな、うんうん、そういうやつやん。ああ、うん、それが伝わんない人がいたわけだね。そう、それに僕はやっぱりちょっと、うん、がっくりくるというかよ。ああ、あ、これを演劇チックなコントやと思ってしまうんやうんうん、まあ本人たちからしたらたまったもんじゃないよな。ね。うん。まあ本気でバカにするつもりもないだろうけど。うん、そうそう。だからそういう演劇チックなコントを。そうそうそう。あのバカにしてるというよりかは、うん。まあずらしてというか。うん。そうそう。それが面白い。はずやのに、うん、うん、なんか、ね、悲しくなっちゃったね。ああ、でもまあそれはやってる本人たちとしても伝わる人にだけ伝わりゃいいって思ってるんだろうな。まあな、うん、まあ、それでいいと思うし、うん。やっぱね、いろんな人に刺さるようにっていう風に作れば作るほど薄いものになっていくと思うよ、うん、
そうだね。どんなジャンルにしても、うん、だからそれを見ながら俺は分かってるぜってニヤッとしてればいいんだと思う。まあな別に伝わってない人のことを憂うことはないよでもなんかそういう伝わってない人が、まあ、おるのはしょうがないなと思うけど、うんうん、そういう人が声を上げやすくなった世の中はちょっと嫌やな。あーそうだね、SNS 時代の弊害って感じはあるよね、うん、だから僕 SNS とかコメント欄とかあんま好きじゃないな。うん、もう全人類批評家時代とか言われてるからね。そうそうそう、まあまあとはいえね、うん、それもそれかって、うん、諦めるしかないところはあるよな。うん、そうだよ、いいのよ別に。でもほんまに YouTube のコメント欄はね、デフォを非表示にしてほしいんやよ、うん。そうだね、たまたま見えちゃう感じ嫌だよね。で腹立つのが、うん、ネタバレするやん、うん、あーあるある。もう最悪な気持ちになる、ね、でもPC の画面でさ前は、うん、右側に一覧でずらって並んでたじゃん。あうん、それが変更されて右側に関連動画が並んで、うん、コメントは下にトップコメントが1個ポンってクリックすると見れるっていう状態になってるから、うん、前よかマシだと思うよ。いやでもそこでなんか狙ったようにネタバレ出てくんのそのトップコメントの一つが、そうでトップコメントが、うん、僕最近もう長いことパソコンで見てないからあれなんやけど、おう iPhone で見るとまあスマホで見るとよね、うん、ちょろちょろ変わるんやよ。あーそうなんだ、あんま気にしなかったわ、うん、でもうパッと開いておおっ て、うん、あおもろそうやなってなったら、うん、もういきなり下にネタバレちょっと出てきて、うん、うわ最悪やって思ったら、うん、また別のネタバレが出てきて、あほんまに、うんうん、でこの間も見取り図の YouTube でめっちゃおもろい動画あったんや。おうでそれがやっぱね、うん、ありがたいことに、うん、一番上のコメント固定にしててネタバレしないようにご配慮くださいって。それでできるんだね。うん、やろうと思ったらできると思う。固定のコメントにはできるんちゃうかな。うん、それはさすがの配慮だね。うん、めちゃめちゃ嬉しかったし楽しかったし、うん、やっぱ面白かった、バカバカしくて、うん、いいね。僕マジでめちゃめちゃおもろかったよ、もう本当に。おお、ユーチューバーは面白いか面白くないかの答えを出しますって。あ出たその論争。そうそうそう、まあ、いろんなよね、うん、人がねそれをやってきてたけど、うん、僕はその見取り図のやつとあと、うん、ラバーガールのが好きやな。うーん、おもろかった。おちょっと見てみるわ、うん、そう話は変わって、うん、ようやく品薄だったスイッチ特集坂道白書、うん、お来た、買ってきた、やったね、ようやく売ってる書店を見つけて、うん、読んだ？スイッチのね、うん、3つの坂の特集ね、うん、まだね読んでないのよ。
おあのさっき買ってきて。あ、なるほどね。うん、ただペラッと見た感じこれは面白そうだね。うん、読み応えがすごいよ。あ、やっぱあの裏方の人の話って面白いよね。うん、僕はね個人的にはねやっぱ衣装の2人がすごく良かったね、小内さんと一ノ沢さん。うん、うん、そう、あのこの特集ができるってすごいことだと思うんだよね。うん、あのそれだけ各分野のクリエイターが語ることがあるってことじゃない。うん、あのなんかこれすごい坂道の特徴だなって思ってて。うん、そうやね。うん、どのセクションもあのなんだろうな、単にアイドルの仕事をすればいいと思ってないというか、うんうんうん、うん、ちゃんと作家性を出してかつその作品との折り合いをつけてっていうのはをどの作品どのクリエイターにも感じる。うんうんうん、あの内容とかじゃないんやけど、うん、60ページにクリエイトボーイのページがあるんやけど、うんうん、それのアーティスト写真見てあげて、すごいから。あ飛んでんだすごないこれ、すげえ。ちょっと感動したよこれこれはでもダンサーならではだよね。うん、高さ大体一緒なんや。ね。この姿勢保ったままジャンプができるってことだもんね。うん。これちょっと感動した。おお。全然坂道関係なかったな。まあね。そう、乃木坂の大体全部展もあったじゃない。うん、あれもメンバーより裏のクリエイターの仕事を紹介するみたいな展示だったじゃない。うん、そうやね。うん、なんかあれであれだけファンが来て喜ぶっていうのもすごい面白いよね。うん、確かに。うん、なんか一般的な感覚で考えたら面白くなさそうじゃない。うんうん、なんかそんな裏の人の仕事見て何なのみたいな。うん、好きな人は好きだろうけど、うん、工場見学とか好きな人は。まあね。うん、でもあんなになんか成功するとは思わんかった。うん、あ、みんな興味あるんだまあもちろんね、中にはそのメンバーのサインだけ写真撮ってちゃっちゃ行く人もおったけどなあ、まあな。うん、でもこれ坂道の面白さでもあるし、なんか今の感じでもあるのかもしれないなと思って。うん、なんか俺あんまりこの感じ好きじゃないんだけどさ、うん、お笑いの話してるときにやたら業界用語使いたがる人たちいるじゃん。ああ、おるね。
うん、なんか裏回しがどうのとか、うんうん、なんだよくわからんけどとか佐久間さんのラジオを いっぱい聞いて業界のことわかった風に語るやつらとかおるおるいるじゃん、うん、なんかああいう気分が結構広まってきてるんだろうなっていう感じがして、そうね、なんか、うん、わざわざ日村さんのことヒムケンって言うたりねそうだね土田さんのね、うん、なんかそう、うん、その自分もそっち側ですみたいな感じで、ああそう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 単純に消費者じゃなくてちゃんと裏のこと分かってますよみたいな、うん、ちゃんと興味がある人なら別にいいんだけどね、うん、俺なんか割と昔からそれこそ工場見学とか好きなタイプの人間だったが、うん、いろんなものを裏側を想像しながら見るタイプの人間だから、うん、すごい面白いっちゃ面白いんだけど、そうね、うん、だからそういう裏側語りたい人間が増えるからこそこういう裏側紹介系コンテンツが増えるのは嬉しいんだけど、うん、このモードが盛り上がりすぎてもちょっと萎えるっていうね。そうやな、それこそその全人類総評論家時代で、あでみんながみんなその優れた批評ができるかっつったら、うん、そうではないし、うん、そうなんだよね。なんか、そうなんか、うん、自分の中でその折り合いが結構難しい。うん。なんか裏側分かってるように語りたがる奴らのことが嫌いだけれども、うんうん、自分は周りから見たらそういう人間に見えるんであろうなとか思ったり。まあな、それこればっかりやな仕方ないよ。そうなんだよね。でもそこに屈するとマジで俺何も楽しくない人生になっちゃうからさ、うん、本当にそれこそ分かるやつにだけ分かったらいいやのマインドやろな、うん、まあね、この乃木坂考察なんかもそれの最たるもんやと思うよ、うん、あーそうね、うん、まあ発信はするけれどもあくまで自己満足の世界ですよっていう、うん、うん、ちでも何ね、その興味ない人からしたらよ、うん、はあってなもんやそうだね、うん、でもそれも考え方一つというか、うん、捉え方一つというかよ、うんうん、秋元康が似たフレーズをよく使うことがあると、うん、そうだね、それを例えばそういうのが嫌いな人、うん、その秋元康の歌詞に文句つけたい、うんうん、人って、うん、手抜きやって言うやん、あうん、秋元康批判でありがちな展開、うん、使い回しの、ね、言葉ばっかりで、うん、手抜きやって言うけど、うん、
言うね。でも僕からしたら同じフレーズが違う曲でも出てくるって、うん、こんなワクワクすることないわけ。うん、ほんとね、繋がってるかもって思うからね。じゃあこのメッセージって強く伝えたいところ、うん、強調したいところってことやよなってなるし、うん、うん、じゃあそれを元に考えてみたらどうなるやろうとか、うん、うん、そっちに考えがいくんやけど、あ、まあ考察能としては出てきたフレーズがを見つけた瞬間、よっしゃ考察チャンスってなる感じよね。なるなる。そういうことよね。で、最近一個気づいたというか、うん、まあ分かってはずっとよぎってはいたところなんやけど、うん、ちょっと改めて、うん、あの調べてみたんや。おう、あれ調べたやつが、あの歌詞でこれも頻繁に出てくるやつなんやけど、うんうん、答え、あ、未来の答えとか、うん、ちょっとそれについてなんやけどね、うんうん、今その歌詞を検索するサイトが今鬼のように重いよ。あれか、ワードから曲を検索できるやつ。そう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 。うん、うん、まあ確かに重そうだよな。なんか全然表示されなくなっちゃった。あら、で、まあいいや、うん、ざっくり言うとはね、その、まあ、それこそ未来の答えで、うん、なんていうの、その3期生として3期生の、うん、2曲目3曲目かな、うん、あの曲で出てくるわけやんか、うんうん、で他にも割といろいろ出てきて、で中でも僕はちょっと一番おってなったのが、うん、あのスキロックなんや、うんうん、スキロックも答えって出てくるんや。へえー、とね、うん、最後のサビ前ね、どこだ、心で感じたこっちへと振り向かせたくなる願いの強さを、強さよ、全てをゼロにしてでも前しか見えない、全力で行くよ情熱の近くまで、で答えが欲しい。おー、なるほど、うん、これがね、うん、なんかこのパートめちゃめちゃ深いなって、うん、あの願いの強さよ、全てをゼロにしてでも、うんうん、あるんやけど、うん、願いってやっぱ4番目の光、うん、よね、うん、その3番目の風で遠い願いをって出てくるで、うんうん、4番目の光になれますようにと、うん、その願いで、それから全てをゼロにしてでも、うんうんうん、でさらにその前しか見えない、これでちょっと思ったのが、うん、これも結局昔の乃木坂にとらわれてるところからの脱却のメッセージなんじゃないかなって、うん、あ、今までのものをがゼロにしてでも前を向いていく、うんうん、うん、で、まあ、答えが欲しい、まあ、スクラップ&ビルドみたいな話よね、うん、で
そもそもスキロック自体が、うん、あのあれを、僕は僕を好きになるやん、うん、歌詞が、うん、ね、まんまぐらいの感じだよね。そうそうそう、これが結局その山下美月と柿春花の歌、うん、うんうん、なんやよな、もう断言しちゃうけど、うんうん、だから僕は僕を好きになる、でも一番嫌いなのは自分自身っつってた山下と、うん、でもその山下を好きになって、うん、で全てがひっくり返ってキラキラし始めたっていう、うんうん、山下がいたからそういう風になったっていう、生まれ変わったっていう柿がいると、うん、でその僕は生まれ変わったんだ好きになってくれが、僕はもしかしたら僕を好きになってくれじゃなくて、うん、そう、君自身のことを好きになってほしいっていう、ああ、うんうん、うん、そういう曲でもいいんじゃないかなって。そっか、他者から見て主人公のことを、うん、自分を認められる子になってほしいなって伝えるみたいな感じかな。そうそうそう、うん、だ、やっぱね、柿春花はずっと山下美月に対して向かってる気がする、うん、あ、君に叱られたもそうやし、うんうん、ね、あの、何やっけ、そのボクボクで世界は狭くなるって出てきて、で、うん、君に叱られたではそんなに世界を狭くしてどうするのっていう、うんうん、で狭くした世界に対して、うん、まあ違うよって言う人がおると、うんうん、それがやっぱ柿やなって、うんうん、うん、だからなんかね、このそのいろんな人が山下を救おうとするっていうのが、うん、この乃木坂第2部の裏テーマの一つというか、うん、やっぱり秋元康って一番は作詞家ではあるけれども、うん、脚本をやるじゃない、うん、そうね、うん、で脚本って一話一話に区切られたドラマを、うん、全体像としてはこうですよっていうものをまとめながら書くっていう仕事だと思うんだけど、うん、なんかその書き方を作詞に応用してるんじゃないかなって思うんだよね。そんな気するよな。うん。なんかやっぱり同じフレーズが出てくるっていうところもあるけど、うん、全部がその曲その曲で言ってることっていうよりかは、やっぱり乃木坂全体としてのお話を歌詞で伝えようとしてる感じがすごくするんだよね。うん、うん、だからね、やっぱ改めてね、こうやって一個一個読んでいくと面白くて、うん、でしかもなんか自分の成長を感じたんやけど、お、今日たまたまね、その、うん、過去 LINE で、うん、これはこういうことじゃないかっていうのを話し合ってた時のやつをね、検索して見返してたんや、うんうん、したらスキロックの考察はできんもんなっていうことを言ってて、めちゃめちゃ考察できるやんこれっていう
そうだね、めっちゃ成長した。できないもんはないんだな。うん、うん、やっぱね、誰かが何かを思いながら書いたものはね、何かしら紐解けるんだよ、きっと。うん、うん、最終的にはポピパッパパーは行くからいやでもポピパッパパーも一応ポピパッパパーじゃない文章の部分あるからね、うんうん、ポピパッパパーのポピパッパパーのところまで行くから、うん、なぜポピパッパパーかみたいな、うん、でこれ多分本気で考えたら、うん、めっちゃ時間かかってめっちゃ大変やと思うけど、めっちゃ楽しいと思ってんの。うーん、だと思う、うん、だってあれ、うん、ざっくり言うとあのパ行で言うっていうことやったら乃木坂やからポピパパやん、うん、ってことは、うん、あの母音がおいあやったら、うん、何入れてもいいってことになるやん。ああ、そうだね。じゃああの部分、うんうん、おいあおいうの母音に当てはまる言葉で、うん、なんかできるんじゃないかっていう。ああ、いろいろ代入していくんだ。そう。ああ、これはね、あの多分これは秋元康もそんな考えてないと思うんやけどさすがに、うん、さすがになでも考えたらめっちゃ楽しいと思う、うん、めちゃめちゃ苦戦すると思うけどでもそれがなんかこれだっていう答えにたどり着いたらもう秋元康超えてるってことだからねかもしれない。うん、目指すかで今なんとなく、うん、そのスイッチの特集をさ、うん、ペラペラとめくってたらさ、うん、あの秋元康のロングインタビューのところでさ、うん、中身は全然見れてないんだけど、うん、あの書き出された見出しのところでさ、うん、あのやはり自分は作詞家としては短編小説のような文学的なものを書きたいと思うっていう文言が見えてさ、うんうんうん、あ、やっぱそうじゃんって思ったそれがそういうことじゃんな、うん、一応ね、うん、そのでもこのロングインタビュー読んで思ったんやけど、うん、やっぱ秋元康は、うん、すごい憑依型の人なんやなっていうのを改めて思わされたな。うん、その書いてる時はその物語の中の人間になりきるみたいな、うん、うん、でもそういう人やからこそ、うん、こういう風になるんやと思う。あ、そうだね、あんまり俯瞰からの歌詞ってないよな。うん、あの結構、うん、最近の桜坂の歌詞とかはなんか第三者目線の歌って感じがするな。そう、そうなの。うん、なんかちょっと自己啓発的というか。うん、中身とかじゃなくその、うん、書き出された見出しのやつで言うと、うんうん、一番グッときた見出しが、うん、29ページ、ほう、井上凪の、うん、この一文ちょっと震えた、うん、ああ、なるほどね。
乃木坂になるだけじゃ乃木坂になれないんだなということに一番驚きました。あー、これはそうだね、いい一言よ、いい一言だね、素晴らしかった本当に。なんかもう我々もさずっと言ってるじゃん、うん、乃木坂は乃木坂になろうとしている人たちであるって、うん、ちゃんとここで本人が言ってて、うん、でしかもこう見出しで書き出してくれてるってことはやっぱりここ大事なところなんだよな、うん、で最も若手の5期生がそれを、うん、まあこれ中読んでったら分かるんやけど、うん、誰に言われるでもなく、うん、肌感としてそれを感じるっていうのが、そうだね確かに誰かに言われたことより自分で気づいたことの方がしみるもんね、うん、学習するもんね、そうそうそう、うん、だからね、なんかそう本当にそのちょっと今ノート書いてて、うんうんうん、そのうち日常のパフォーマンスについての話を、うん、ノートでまとめようかなって思ってんやけど、うんうん、それで思ったんやけど前もこのラジオ配信で、うん、その弱い人間がやるから日常が入るっていう話をしたやん、あー、うんうん、だから松尾の日常は、うん、すごいかっこいいのはかっこいいんやけど、うんうん、ダンス上手やし、うん、でも松尾が、うん、やっぱり力強さの方が先行するというか、あーそうだね、でそのちょっと前にその前津の神宮で、うん、めちゃめちゃかっこいい踏んでしまったを見せるっていうのもあるし、うん、うん、あれがもうエグいぐらいかっこよかったやん、かっこよかったね、だその力強さとかかっこよさを知った上で日常を見ると、うん、かっこいいんやけど、うん、でもやっぱどこか物足りないというか、あーで、そうだよね、かっこいいってさ、うん、普通っていうフラットなところから一個上にはみ出してる人のことじゃん、うん、で日常ってさ普通のラインから、うん、ちょっと壊れちゃった人の話じゃん、そうやね、なんか普通っていうニュートラルのポジションからマイナスに見えないといけないのよね、うん、そういう点で松尾はプラスの状態で日常やっちゃってる感じがするよね、うん、そうそうそう、壊れてない、うん、だからそう、もちろん我々で素晴らしかったんやけど、うん、でも一番見たい日常とはやっぱりちょっとだけ違う、うん、うん、でまあ元のセンターの北野にしても、うん、でそれから 3,4 期ライブで3期生だけで久保がセンターやったりもして、うん、その後、都合3回やってんのかな、うん、3、4期と、日産と、うん、でこの間のバスラか、うんうん、で久保がやってるけど久保もやっぱりちょっと弱さがあるし、うん、そうだね、特にあの頃の久保だったからなおさら良かったよね、うん、復帰一発目で裏、うん、センターに入ったな、うん、今の久保が日常やっても違うと思う、いやでもこの間の、うん、トゥエルブスバスラの日常も見事やったよ、なんだかんだ、あーそっか、そうそうやってる か、やっぱねその根っこの弱さがあるからやと思うんや、あ根本的なね、うん、そうそう、うん、強い人ではないやん、そうだね確かに、で強い人、まあ
結構おると思うんやけど、うん、でも白石麻衣とかは強いよな、うん、そうだね。で西野七瀬も強いやん、うん、生田絵梨花もめちゃめちゃ強い、うん、で3期やと与田とかが強いんや、あー強いね。で4期やと、うん、やっぱ遠藤さくらとか、うん、セイミヤとか、まあ、うん、カキはねでもなんか、うん、その割と弱い部分というか隙の部分がある感じがする、うん、ああそう、うん、若干ね、うん、あのそれに対して田村って隙がないやん、そういう、ああそうだね、隙はないな、なるほどね、そこね、うん、なんか、うんうん、へこたれないというか、うん、そういう人たちっておる、うん、あの何が起きてもベストな状態の自分でいられる人ね、うん、そうで、それに対してやっぱり北野とか久保は、うん、うん、そうかと言われたらやっぱそうではないわけで、うん、でもそういう弱い人が、うん、強くあろうとする歌がやっぱ日常やん、うん、弱いからこそ強がる、強くあろうとするっていう、うん、そこの振れ幅で輝くというか、うん、なんかそういうのをね、うん、改めて思って、おお、うん、あとこれはね前博士と話した時にも言ったけど、うん、うん、もうそろそろあの、うん、久保しおりの日常を目標にすんのは、うん、誰かも違うよと言ってあげてほしいよ。そうだね、あの憧れるのはやめましょうって感じだね、うん、もういやまあしゃあないというか、まあね、正直言うとかっこよすぎるからね、うん、めちゃめちゃ気持ちはわかる、あの本当に、まあね、もしも自分が、うん、あの乃木坂46のメンバーやったとして、うん、で日常かっこいい曲いつかこれセンターで踊りたいってなってセンターやれるってなって、うん、どんな風に踊りたいかってなったら僕絶対久保しおりの日常見るわそうだよね、見ちゃうよね、絶対見る。34機能見て日産見て、うん、バスラ見てもう一回34機戻ってって、うん、絶対やる。なんかそこを目指しちゃうからさ、うん、恐れ多くてオリジナリティを出そうっていう方向にはいかないよね。そうで笑っちゃうんやよな、その笑っちゃうよな、大サビ前でな、大サビ前でね、あれそういやめちゃめちゃかっこいいんよ、めちゃめちゃかっこよくて、うん、めちゃめちゃ憧れるんやけど、うん、あれは難しい。そうだね、決まる人が限られるね。なんかその本当に単純に表情の問題じゃないよねあれは。あ、じゃないじゃない、もう本当に根っこに何を持ってるかを出すシーンだね、うんうん、本当に、うん、からね、そう、まあ、それで言うと小川彩乃の日常は可愛かったね可愛かったね、もう笑ってんのも可愛かったよ本当に、うん、なんかもうピュアな笑顔だったね、うん、可愛かった本当に、うん、ニコニコしてしまった。そうだね、うん、あそこは決めた方がかっこいいよな、うん、うん、まだ早いな。で
あの、なんやろな、願くばあそこで笑って、うんうん、かっこいいってなるような大変な思いをせずに生きてほしいしな、うん、そうだね、うん、わかるわかる、うん、あの日常が似合う女になってほしくない、うん、本当にもう幸せに健やかに生きてほしいねえ。いやでもね、なんか、うん、今の小川のあの可愛がられ方を見る感じ、うん、そのまま いけるよな、ほんとに、うん、もうでも最近もう小川が、うん、もう僕もうたまらんくなったんやけど、おあの今その、うん、一番6期生入るの楽しみにしてんやってそうなんだ後輩ができるからってなんかだろうな、なんかなるほど、なんか親戚の子とかで見たことある感じするんよな、なんかあもうすぐ妹か弟が生まれるからってあウキウキしてる子う、ね、うん、あのいとこ一家の下の子が生まれるのを待ってる感じ、うん、そうそうそう、うん、自分の兄弟ができるっていうよりかは、うん、なんかね、その感じが可愛くてよ、ね、その思いに反して6期生からも赤ちゃん扱いされる気がする、うん、もうそれはもうそうよそれはそうよ、うん、だって6期の一番上の子なんかは多分小川より年上やろうしね、そうだね、二十歳まで応募できるからね、うん、うん、18歳以上の子からしたら小川は年下の先輩になるから、うん、そうよでもさ、この間改めてなんか、うん、その夏組のオーディションが始まるなって思ってさ、うん、その応募概要みたいなの見てたらさ、二十、うん、歳までって書いてあるの見て、うん、あのまだ岩本より年上の後輩が入る可能性があるんだっていうことにびっくりした。いや、あ、まあ同い年か。いや違う、岩本の一個下。一個下？だってあれはじゃあ今年二十歳は筒井や。ああ、1個下なのか。うん、ああそうかそうか。まあただ岩本の一個下が来る可能性あるっていうのがやばいけどなまあそれでも十分やばいよね、うん、岩本若っね、いやすごいな本当にグループアイドルの面白さだよね、うん、本当に、厚組か、うん、8月9月ぐらいにはまあ決まって、うん、で、2ヶ月ちょっとかな、研修生期間があって、うん、年末のシングルでセンターやな。ダブルセンター、ダブルかな、どうやろう。まあダブルでいい気はするけど、まあ春と夏のダブルセンターじゃない。うーん、まあね、その
それもいいと思うんやけど、っていうかまあ、うん、普通はそれなんやけど、うん、僕センターと裏センターもおもろいかなと思って。あー、なるほどね。うん、縦に並べちゃう。うん、まあただ裏センターをセンターと認めるがどれだけ一般的に理解されるかだよね。まあな、うん、もう我々は裏センターをちゃんとセンターとして見れるけど、うん、やっぱり一般的に見たら後ろにいる子にしか見えないんじゃね。そうやねんな、まあ、ただ個人的にはそのそれも含めていいのかなと思うよ、うん、なんかあ表と裏感、うん、もう差をつけてしまうというか、うん、まあ実際差はついてるわけだしね。まあね、うん、ちょっとね、でもいや楽しみやね本当に。いやもう本当楽しみよ、うん、もうこんな募集の仕方したの初めてだからね。うん、うん、何が起きるんだろうっていう。うん、本当に。うん、何人ずつになるかとか、うん、で名前何人当たるかとかね。ん、名前動画で予想したやつ。あ、予想したやつか。うん、いやでもあの時は2チームになると思ってないからね。そうやね、うん、いやだからまあ人数が多くなるからその分当たる確率が増えたんじゃない。うん、ちょっと1人でも当たったら誰かめっちゃ褒めてほしい。そうだね、うん、もうあの動画が先に上がってることはうん証明済みなわけだからね。ね。うん。なんか運営からご褒美もらえないかな。頼む。乃木中スタジオ見学。うわー行きたい。行っちゃいい。最悪。それバナナマンに会いたいだけでしょ。うん、その通り。だからあの。バナナムーンスタジオ見学でもか関係ねえ乃木坂のご褒美じゃねえ。お帰りですか。よかったらまた来週もお越しください。あ、お代はいただいておりませんがチャンネル登録かフォローをお願いします。ここの名前ですか。隔たらない二人です。ではまた。